いつからだろう。気がつけばまぶたの裏でこんなことばかり考えている。解放されることなどあるのだろうか。問題、問題、問題。時には投げ出したくもなるが、そんなことができる性格のはずもない。いつも通りの愛による自己完結。いや、例えばこうも言えるかもしれない。問題がないと自分自身を維持できない。問題を発見し解決する。刹那的なパズル。そんなことを繰り返すことでしか生きていることを実感できなくなっているのかもしれない。いつの間にか、いつの間にか自覚症状のない病のように、何不自由のない楽園でさえ僕はやめられないのだろう。今何が問題かバカバカしいテーマだ。反応あります。大丈夫です。そうか。じゃあプログラムの準備を。各セクタープログラムチェック開始。テストプログラム半自動実行。センターフレームにパーミッション申請します。生体制御システム正常。311.66K で安定。生体温度誤差プラスマイナス 0.2 度。安定レベル A。高速神経ネットスイッチします。シグナルパルスクロック 10kHz から 20kHz で半固定ロック。1番から64。65から128番。S1 から S6。ロック終了です。視覚メインモニター1から3。脳波パターングラフアルファとベータガンマ。サブモニター12番から21番まで順に入ります。シミュレータープログラム制御すべて安定。
心拍、血圧、その他異常ありません。センターフレームのパーミッション来ました。いつでも行けます。よし、始めよう。レベル4だ。あの子たち眠そうでしたね。さゆちゃんなんかフラフラしてましたよ。車の中で眠ってたんだけどね。朝も早いし、なんだかんだ言って